はい、ではですね、はい、今回ちょっとゲストのゆかさん最終回ということで、うんうん、まあ、本当にね今まで、まあ、ストーリー聞くと、はい、本当いろんなことがあったんだなっていうところで、ね、まあ、達成してそこからね、また人生変わっていくわけですけれども、まあ、ちょっとそこからまあどういうふうに、もう社長歴もだってもうそれなりにベテランだもんね。初期この間終わりました。で現在ね、うん、株式会社フリーランっていう会社でね、うん、フリーラン、あれ意味はどういう意味なの？フリーランってやっぱスノーボードの言葉で、うん、あ、そうなんだ、はい、もちろん、まあ、自分が競技でやってたようなコースとか、はいはいはい、ジャンプ台とかで遊ぶのもすごい楽しいんですけど、うん、山滑りすごいやっぱハマって、うん、北海道の山に出会って、うん、でやっぱ自分でコース決めたり、うん、あそことあそこ滑ろうとかっていうのがすごいやっぱ楽しいんですよね。あ、もう本当フリーランなんだ。フリーランなんですよ。ああああ、でやっぱりこう人生っていう山滑るのってやっぱ1回じゃないですか、うん、なんでこう人の決めたところ滑らなくてもいいし、自分の好きなように好きなライディングをやって、うん、でみんなでイエーイって言い合おうみたいな、うん、そういう社長の思いが、なるほど、ね、そういう思いがあってフリーランを立ち上げてということで、はい、で人生どう変わってきましたか、実際ね社長になって、うん、やっぱ収入も年収もね、もう1000万超えていったわけだと思うんだけれども、うん、どういうふうに具体的に変わっていったか、うん、そんなすごい物欲とかある方ではないので、うん、はいはい、家が豪勢になったり車買ったりとかそういうのはないんですけど、うん、やっぱり体験が好きなんで、まあその山登りとか、うん、スノーボード行くとか、うん、キャンプ行くとかっていうと、うん、あれ自然で遊ぶ道具って結構高いんですよね。あ、で、まあ、そういうのを揃えれるようになったりとか、うん、あとは、まあ、ちょっとこう山行く時とかに今までだったらこう車泊しようとかってなってたのが、ちょっとしたこうビジネスホテルでゆっくり寝ようとかってこう気にせずできるっていうのとかが、うん、結構自分的には結構嬉しい。あ、なるほどね。地味なんですけど、なかなか伝わりづらい、はい、渋い。でもでもそうだよね、なんかそれは分かるけど、なんかみんなで居酒屋とか行った時に、うん、昔は本当に誰かが高い唐揚げとか頼むと、うん、あー唐揚げ頼んだみたいな、割り勘でちゃう、割り勘で私飲まないんで、うん、みったりとかすごい飲み始めると、うんうん、なんかめっちゃ飲んでるけどこれは割り勘なんだろうかと思ってめっちゃケチなんですよ、基本的に。なるほど。でこうドキドキしてたのが、うん、そういうのなくなったという、金銭的ストレスゼロみたいな、はいはいはい、それがやっぱすごい嬉しいですね。なるほど。あと親孝行ですかね。親孝行ね、うん、なんか具体的にやったこととか。親孝行は父親があの一昨年退職した時に、はいはいはい、あの豪華客船の旅おに、あの連れて行って、はい、それはもうめちゃくちゃ喜んでくれました。あ、船でなんかこういろいろぐるっと回るみたいな、回るやつで、もうオールインクルーシブで、コロナの前、コロナの前、コロナが出た船なんで、はい、どういうこと？あのコロナ、ダイヤモンドプリンセスだったんで、あ、もうまさにあの船、まの、あの船乗ったことあるんだ。あの船乗りました、いい船だった。でも素晴らしかったですよ。あ、そっか、ちょっとコロナのせいだね、全部は、うん、めっちゃおすすめです、あれは。あ、そう、そうなんだ。親世代は本当にいいと思います。そうだって寝てるだけで連れてってくれるんですよ。いろんなところで24時間食べ放題で、いろんなアクティビティがいろんなところであって、いや楽しいよね。ホテルと交通と、うん、でどっか着いたらここ荷物で、うん、はい、こう行けるじゃないですか、はい、そうかそうか、めっちゃおすすめです、あれは。いやもう豪華客船いいです。僕もあのギリシャ行った時にエーゲ海クルーズやったことあるんですけど、うん、めちゃくちゃ楽しかったです。マジか、ずっと最新の映画やってたりとか、そうそう、船の中でサーカスとか、はいはいはい、ミュージカルとか、なんかそのオーケストラ、時間があってみんなその時間に来るんだね。そこで終わったらまたみんなそれぞれ、はいはいはい、でご飯ももう毎日フルコースですよ。好きなの選んでデザート6個とか頼んで、はいはい、でたまに上陸したらそこで降りて 3,4 時間遊んでまた戻ってきて、帰ってきてみたいな、めっちゃ楽しいですよ。そう、はい、いやそっか、じゃあ親をそのクルーズ連れてって、うん、他は何かありますか？何ですか、女性とかってエステとかネイルとか、なんかこう美容にもお金使ったりとかは。結構その、まあ、まつげと爪と足の爪で、うんうん、男性の人びっくりすると思うんですけど、うん、5万円かかるんですよ。あ、そんなに。これがしかも月1、え、そうなの？だってずっと伸びちゃうじゃないですか。はあ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 、そういうのができるようになったっていう。だからここもう5年かぐらいで自分で爪切ったことない。ああ、もう行ってこうやってもらうと。女性はなんかそんなこう男性みたいに、うん、まあ、あーでこうでっていうのより、うん、ほんと可愛いもの着て、うん、可愛くして、うん、化粧して、うん、美味しいもの食べて、うん、好きな人に会って幸せって言ってたら多分幸せなんですよ。あ、なるほど
けど、その化粧品とかもやっぱ変わるわけ。化粧品もあの変わります。はい、いわゆる何デパコスってデパコスみたいなのとか、うんうんうん、エステであるやつとか、やっぱ一式5万円ぐらいはする。何でも高い。何でも高いです。確かに。ゆかさんなんかね、まあ、そんなに派手に使う方じゃないから、はい、もう結構溜め込んでるイメージがあるんだけれど、まあね、はい、通帳に何千万とかこう溜まってったら、やっぱ心の余裕とかも女性とかだったら男性とは違ってまたあるんじゃないの？はい、安心感が。安心感。ね、うん、はい、男に頼らないみたいななんかあるのやっぱり。ありますよ。ある。まあ、研修中に7年付き合った彼氏に振られたんで。おお。え、まあ、その時本当晴天の霹靂だったんですけど、うんうん、もうやっぱその時に男でもそうですし、うん、あの会社とかにもやっぱ依存しちゃダメだなみたいな。なるほど、うんうん、って思って、うん、やっぱ自分の足ポンでこう立っていけれるように、うん、やっぱなりたいってすごい思ったんですよね。なるほどね。なんかゆかさんがすごい言ってるのが、やっぱ女性こそ起業した方がいいみたいな、よく言うじゃん。絶対です、絶対です。それはなんでなの？それはなんかもう自分の、うん、まあ、すごい仲のいい2つ下のもう可愛がってる友達がいるんですけど、うん、その子の旦那さんが浮気したんですよ。でもうまあ離婚成立したんですけど、うん、でその子すごい子育て頑張ってて、うん、入学式のカバン1つ買うのに、うん、この取っ手が取れたから入学式に必要だから買っていいですかと。あ、旦那さんにお伺い立てる。お伺い立ててやって、うん、でね、こう完璧に家事とかこなして、うん、それでもこう帰ってこないと、うん、でその時に、そうなの、携帯見て証拠取って別れりゃええやんって、うん、まあ、私とか気楽に言ったら、うん、いやもうそんなのね、社会から遠のいて長いから、うん、そんな勇気ないし我慢するって言うんですよ。へ、うん、みたいな。80歳まで生きるとしたらあと50年間我慢してやるんみたいな、うん、っていうのがあって、うん、いろいろそういうのとか、まあ、テレビの人とか見てて、はいはい、自分で本当幸せになろうって、うん、思いました。誰かに依存するんではなく、うんうん、やっぱ好きなもの買うのもそうですし、うん、自分にやっぱ自信持って自分の一人いたら自分の人生って成立するんだっていう、うんうんうん、で自分一人で行って楽しい人が誰かこのパートナー、うん、同じぐらいな感じでね、依存し合わないでね、うん、すごい楽しいなと思って、うん、なるほど。確かに若い女性とかだとついね、やっぱ結婚がゴールで寿退社したらあとはもうね、なんかこう家事やってればってなるけど、やっぱそういうわけでもなかったりするんだよね。そうです。人の気持ちは変わるんで。はいはいはい。特にね、やっぱり若い時の好き嫌いだけじゃなくて30、40、50、60ってなってくるとやっぱり生活とか金銭面とか、まあ、お金の問題いろいろ出てくるもんね、はい、まあじゃあそういう意味ではやっぱり女性が、まあ、しっかり実力をつけて自分でも高い持っていくっていう会社経営できた上でパートナーとして見つけられると本当になんかこう自由に生きられるみたいな。めっちゃ幸せだと思います。あ、なるほど。いやもうでも本当にそうなのかなと思いますね、うん、はい。じゃあ最後にあとメッセージ的なところとかなんかありますか？撮影、はい、そうですね、はい、本当に人生ってもう本当浅はかな言葉かもしれないですけど、一回じゃないですか。まあね、うん、でやっぱ一回の自分の人生ぐらいこう自分の好きたい放題で、うん、やりたい放題で、うん、本当にこう 120% で青春で、うん、こうやっていきたいなってすごい思うんですよ、うん、で私も本当にたくさん失敗してきて、はいはい、で一人っ子なんですけど、うん、お姉ちゃんかお兄ちゃんいたらなっていう思いって結構あったんですよ。なるほど。自分と同じ失敗をしたお兄ちゃんとかお姉ちゃんが、うん、大学受験はこういう風に勉強しとかないとこうだよとか、うん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 、会社ってこういう風に選んだらいいよってちょっと上のお兄ちゃんお姉ちゃんがいたら、うん、すごい良かったのに自分は兄弟がいないからこんなに失敗したんだって思ってたぐらいなんです。なるほど。でやっぱ今その過去の25歳の自分がこんな会社あったら絶対入りたいみたいな感じでやってるんですよ、うん、ああ、そういう会社を自分で作っていきたいと。で自分が研修中の時に、うんうん、あのこういう風に教えてくれたらもっと研修早かったっていうので、うこう過去の自分に届けるみたいな感じでこれなんかやってるんですよね。なんでそういうの本当体現していきたいし、うん、どんどん頑張りたいんですけれども、うん、自分のことは諦めがちな人っていると思うんですよね、はい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 、自分に対する先入観って結構強いじゃないですか、うんうん、でそんなのこういつからでもやっぱ壊せるんで、うん、せっかくね、やっぱ生まれてきたんで、うん、思いっきりやったらいいかなって思います。なるほど、わかりました、うん、ありがとうございます、うんうん、はい、はい、で、まあ、そんなね、うん、ゆかさん今もう会社もね経営しつつも、うん、
結構な人数、ね、経営者輩出してるよね、独立支援で、男性も女性もね、もうあの20代で若く、ね、社長としてやってる人たちをもうこうやってゆかさんが、まあ、育ててるということで、今結構インスタグラム頑張ってやってて、フォロワーも結構いるよね、はい、あ実はインスタグラマーでもあるおなるほど、 そんなインスタグラマーのゆかさんがちょっと今回 YouTube 出てもらったということで、まあ、この話聞いてね、ゆかさん興味があるなとか、どんな風なね、ライフスタイルあれしてるんだろうとかって興味ある人は、ぜひね、ちょっとゆかさんのインスタグラム、なんて調べれば出てきますか？フリーランで出てくると。カタカナ？いや、ローマ字で、アルファベットでフリーにランをインスタで検索すると出てくる、でドット LTD なんですけど、フリーランで大体出てくる、なるほど、ランは RUN、ね、はい、ということでインスタグラムを見てもらったらと思いますし、多分コメント欄に、ちょっとリンクもね、多分貼っとけられると思うので、まあ、ぜひぜひね、ゆかさん情報、チェックしてもらえるといいんじゃないかなと、思います。はい、どうでしたか、ダルさん今日は。いや楽しかったよ、はい、俺知らないこともあったし、いやそうですよね、改めて聞くと、いや本当にいろいろあったんだな、いや本当シャワー浴びながらね、一人で泣いてたんだなっていうそんでほらね、自分がこうね、こう目標達成して自分の会社持つぞっていう時に、やっぱもう全身の毛穴からこう煙が出るってすごい表現だなと思うけど、でもそれぐらい嬉しかったなっていう、でしかもこうなんか自分のこう20代の自分が入りたくなるような会社をね、今自分が経営してるって、そういう思いでやってるっていうのはすごいいい思いだなっていう。そうですよね、もう自分のこととかっていうよりも、自分の周りの人をどう成功させるかとか、まあ、気づかせてあげるかみたいな、まあ、そういうもうところのフェーズに行ってますよね。なんか本当ますますこうね、はい、成功していくんじゃないかなっていう感じがした。そうですね、もう今後ゆかさんがね成功していくだけで、ゆかさんの周りがねどんどんみんなも成功して、本当にねあの幸せなね、なんかチームというかね、あのメンバーが周りにね集っていくといいんじゃないかなと思います。じゃあ今日はゆかさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、キャリカレチャンネル、良かった方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします、はい、あとですね、あの LINE アットに登録していただけると、20代で、1000万円以上稼ぐガイドブック、っていうのをプレゼントしておりますので、どしどし LINE アットの方にも登録していただければと思います。で、会社でね、働く仲間も、僕たち募集しておりますので、まあ、これからね、何かこうやっていきたいっていうので、まあ、働きながらですね、まあ、キャリアアップをしていくだったりだとか、まあ、企業経営勉強したい、将来いつかね、自分で何かやるためにいろいろ学びたいっていう人はですね、ぜひぜひ LINE アットの方からメッセージいただければですね、会社の見学等も、しておりますので、どしどしそちらの方もご応募いただければと思います。